さあ皆さんこんにちはスノーボーダーの青木玲ですさあ本日もやってまいりました youtube スノーボード大学の時間でございますどうぞよろしくお願いいたしますなんですけれども本日は技術的なことを直接お伝えするっていうものではなくて僕と我がくんでやっております群馬にありますジョイントハウスこのジョイントハウスの方で次のシーズンに向けてこの夏秋 こんなことをちょっと僕お店でやっていきますのでよかったらチェックしてみてくださいっていう告知も含めた紹介の動画となります。考えるを具体的にっていうちょっとテーマを掲げて何をやるかと言いますとスノーボードコンサルタントをちょっとやらせていただければなと考えてみた次第です。 そのコンサルタントなんてもう偉そうな名前を使って非常に恐縮なんですけれども、まあイメージとしてはわかりやすいんじゃないかなと思って、こんなネーミングにしてみました。スノーボード上達したいから道具を選んでセッティングを考えてテクニックっていうものを考えてうまくなっていこうね。で、この過程、このプロセスをいろいろ何か参考になればなと思って、今までこの YouTube 動画の方ずっと配信させて。 えー、来ておりますなのでベースにあるのは「ちょっとよかったら考えてみませんか?」っていう皆様にちょっと提案するような内容がいつも多いんですね。僕はこういうふういに考えてますすでで皆さんどうですかっていうような内容がいつも多いんじゃないかなって思うんですがこの「考える楽しさ」っていうのを皆さんに知ってもらいたいなって思いつつも。 何を考えたらいいか考えるために最低限知っておかなくちゃいけないべきことってどういうことなのかっていうある程度そこをちょっと導かせていただけるとその先考えるってすげえいいねっていうのがもっともっと僕と共感しやすくなるだろうなと思うんです。でその導いていくっていう作業がこの「 滑りを見させていただいたりとか、道具やセッティングの確認をするっていうような具体的具体的なものになっていくんですね。カービングっていうものを考えたときにセッティングってすごく大切ですよっていう風に僕いつもお話しさせていただいております。そしてもう一つ大切なのが頭の中で何を考えてるかっていうそのイメージっていう部分が結構大切ですよねという風にもいつもお話ししております。 なんでこのセッティングだったり頭の中のこういうことをやろうって思ってるイメージをシーズン前に一回ある程度整えさせていただければ来たる12月からのシーズン結構面白おかしく充実したシーズンインができるんじゃないかなと思うんですね。でそれを具体的にお店に来ていただいて 滑りの動画を見せてください最近もうスマホにみんななんとなく滑りの動画あったりするじゃないですか YouTube に上がってたりとかどっかの SNS で「これです」っていうので全然 OK ですちっちゃくてもう滑ってるなっていうのが分かれば大丈夫なので滑りの動画見せてくださいその時にその使ってた道具、まあ、板バインディングブーツこれをセッティングとともに道具を用は持ってきてくださいね。 1> で1回履いてもらってこういう姿勢でヒールサイドこうやって動いてますトーサイドこうやって動いてるんですいつもみたいな話を具体的にさせていただきたいので滑りの動画と道具持っててお店に来てくださいねでそういう風に滑りの動画こうやって滑ってるんですね今こうやっていうセッティングでこういう動きされるんですねっていうのを確認させていただくとじゃあこっからどういう風にやりたいですかとか。 今なんか悩みありますみたいな感じでお話聞かせてもらって考えてるこういうふうに滑りたいんですっていう希望する滑りの確認だったりとかいやうまくはなりたいんだけど何していいか分かんないんですよっていう方なんかには今こうなってるのでこういうことやるといいと思いますよっていう提案なんかをさせていただければなと思っている次第です。要はでですすねこの考えるっていうことを僕がやりますので その考えられる皆さんの素材を滑りと道具のセッティングさえ分かれば皆さんそれぞれに対して一生懸命僕は考えて具体的にアドバイスさせていただきますでこれこれこうなんでこうなんですよでこういうふうに考えてるんですけどどうですかあ かかりいただけますかありがとうございます」っていうふうに理解していただけるように一生懸命レクチャーさせていただくことであ俺はこれからこういうことを考えていったらいいんだなっていうのがより分かりやすくなってあじゃあこういうことを考えながらすーろロっていうふうに考えるのが楽しいなって思っていただけたらさらに嬉しいなというふうに思っている次第です。 滑りの動画見させててもらってセッティング確認してちょっとディスカッションをお話しさせてもらいながらじゃあだったらヒールサイドの時はトウサイドの時は切り替えの時はうんちゃらかんちゃらみたいな話をアドバイスをレクチャーとしてさせていただくでお店の方にですねちょっとこう床で少し斜度1510度ぐらいの下り坂の傾斜をちょっと絨毯で作ったりしてるのでそうするとフラットじゃ感じられないちょっとこう落下していくっていうものの 外力も感じなががら体を動かすというようよななことが可能になってるんですねでジョイントハウスに来ていただいたことをご存知だと思うんですけどもうち玄関でお邪魔しますって靴脱いでスリッパに履き替えるんですなんでフロア中なんか座ったりとか寝そべったりとかできるんですねっていうかそういう話をいつもするのでなんでドキンにしてあのこう寝そべったりできるような感じでお店展開しておりますので。 よかったら「うちのお店で買い物を予約してないんですけど」っていう方でももう全然問題ないです。あの予約してるからじゃあ取り行くついでにっていう方でももうもちろんウェルカムでございます今シーズンこういうふうに滑りたいんだけど青木の動画よく見てるから言ってることわかるんだけど「俺は何やっていいかちょっと具体的にはまだ明確じゃないんだよね」っていう方ぜひ。 いつもスノーボード大学見てるから、まあ、レグの考え方はなんとなく共感できるしすごくいい考え方してると思うよでもこれ俺に置き換えるってなるとそれ考えてる暇と時間がねえんだよなみたいな方是非そこまで僕考えますんで滑り見させてもらって道具見させてもらえばそこ僕考えられるので そしてそこ考えた後に体の動きなんか見させてもらった日にはもっとこうしたら方がいいですよだってこうですからっていう風にそれこそまたホワイトボードを使ってイラスト描きながら実際ここで体を動かしてもらいながらっていうような環境をこのジョイントハウスでちょっとこの秋に向けて作っておきたいなと思っております。週末ををメインにに事前のの予約の方を対象にあの展開していいいきたたたなとと思いますあの時間だだっっりり料金だったりとかは ジョイントハウスの、えー、オンラインショップの方で、えー、公開していきますので、ぜひともそうですね。一時間も最低限一時間あればいろんなお話とああなるほどねっていうふうに思っていただけるような、えー、時間は過ご,過ごせるんじゃないかなと思うんですね。それがまあ二時間になればそれがさらに深み深めていけるしみたいな感じでございます。ぜひともですね、上達のための、えー、きっかけとして。 一つ僕の頭の中を勝手に使ってくださいでこれ勝手に使うための素材だけ僕に見せてくださいあと勝手にやりますんでよろしくお願いいたします。今回はこの秋口夏秋はジョイントハウスで皆さんが考えているスノーボードの上達のためのことをもう僕が考えて提案するっていうコンサルタントみたいなことをやりたいと思っておりますので是非ともジョイントハウスに あの遊びにいらしてください遠いんだよなっていう人全然大丈夫ですすごい遠くから来てくれる方結構いますえ飛行機乗んないと来れないっすよねっていうような方もあの来てくれたりします何か旅行がてら来てくれたら嬉しいですなんか近所の洋服屋さんに行く近所のスノボーのお店に行くっていう感覚じゃなくあもうじゃあ旅行行こうみたいな感じで来てくれたら嬉しいですその分一生懸命僕考えてお話しますので。 充実した時間が過ごせるようにジョイターズでお待ちしております詳しくはオンラインショップの方でチェックしてみてくださいそれではまたスノーボーダーの青木ででした